Konnichiwa, mina, this is Yui Zora. Oh my god, you can see my leg! In case you guys didn't, like, if you guys are wondering if I, like, if I get too giggly, I'm so sorry. At college, this guy, he showed me this video, and I, you know, Pingu, the kid show Pingu. He showed me, like, a video, Leave You, but it's by Leave You on YouTube, and, it's Scottish Pingu, and that is why I'm acting all giggly today. Oh, Attack on Titan Season 3, Episode 11. Last week it was cancelled because of, what you call it? Typhoon. So, I was wearing a lot of makeup, getting excited, all for nothing. But I just decided no makeup. What if that happens again? You never know. Let's go! Fly to heaven. This opening just makes you want to cry, bystander. Oh yeah, the last episode, Levi smiled. Historia's the queen. Oh, what is she doing?王冠かぶったのが2ヶ月前か。10months。今じゃ個人の院長の方がいたについてきてる。島田でなんて言われてるか知ってる？牛飼いの女神様だって。もちろん親しみを込めてね。Of course, a goddess。カラスとく塞いだやつのことなんか誰も覚えてねえ。おい。ヒストリアが女王になるって決意した理由の一つは。 これをやるためだ。これって地下街から壁の端まで。ああ、ガディさんじゃ。これには地下街出身の兵長の後押しもあったらしい。困っている人がいたらどこにいたって見つけ出し助けに行くって言ってた。これがヒストリアのやりたいことなんだ。ああ、またサボってる。ああ、日が暮れちゃうでしょ。 あいつなんか俺の母ちゃんに似てきた。女神様。Is Aaron one of the only men who doesn't see her as a goddess? まあ、でも急がねえと。Seriously? Just realized that. どうしたいの? ライナーとベルトルトともう一度会うことになるとしたら。 Oh, don't bring me. Oh yeah, the Beast Titan. He won. But what did he win? I'll shut up, sorry. この世界がなんでこうなっているのか。私たちのしたこと後悔するわけにはいかないから。最近は地下街にいた子たちも笑うようになったの。これが間違ってるはずなんてないよ。 ああ、お前は立派だよ。そんなこと。あの時は人類なんか滅べばいいとか言ってたのに。 Oh my god, she's blushing. あれは勢い余っただけだから。 Oh shit! なんだよ。貸して。 Holy shit, she blushed in front of Mikasa. 実験で疲れてる。そうだね、ごめんミカサ。 Okay, you disarmed Kenny, you punched Levi, you blushed in front of Mikasa. Historia, you've got way bigger balls than any other anime character I've ever seen in my life. 地下空間で発見された光る鉱石など、得たものも多かった。そして、エレンの硬質化の能力は、とある対巨人兵器を誕生させた。 Was that where Rod was? もっと首を突っ込め。今だ。おー、シット。うなじに当たったぞ。今度こそは。やったぞ、12メートル級デビュー。やった。いいぞ。これなら
兵士が戦わなくても巨人を倒していける。おー、ハンジー。宇宙の角度で巨人抜殺しまったよ。 I'm so glad you didn't die. 地獄の商店人の誕生だ。やったな、エレン。エレン、Why is he bleeding? おそらく巨人の力を酷使しすぎたんだろう。このところ硬質化の実験ばかりだった。 For a minute, it looked like he was proposing to Aaron. エレン。謝らないでくださいよ、ハンジさん。俺が疲れたくらい何だって言うんですか。早く武器を揃えていきましょう。志願しなくに。Yes! 勝てる。 Oh my god, yes! 新兵器があるの。 巨人なんぞ神くず同然だ。たく、はしゃぎやがって。Please, don't let any more female titans get in the way. Please. そうですよ。ヒッチに止められたりしなかったんですか。ヒッチが？なぜだ。なぜって二人はもうじゃないですか。よくわからないが、ヒッチには向いてないだとか生きがるなだとか散々なじられたよ。挙句にこのまま憲兵にいればうまい汁が吸えるとか。So wait, it's canon? 少しは見直してたんだ。Hitch and Marlowe are 見損なったって言ってやったよ。くそげ。マルロはバカなの。こいつはおかっぱ野郎ですね。なんだよ、マルロは間違ってないだろう。とにかくはしゃいでんのはお前と同じ実戦経験ゼロの編入の連中だけなんだよ。おいおい、お前らすっかり歴史の猛者か。お前らと比べられちまえばな。ひでえな、同じ104機だろ。それに俺たちだけじゃねえぜ。世間全体がウォールマリア奪還をって盛り上がってんだ。そうかい。Dead. He's gonna die. I swear to God, he is. If he dies, you guys owe me like a million subs. 面構えっていうか。I'm kidding. I'm kidding. 一体何があったんだ。聞きたいか。いや、また今度にするよ。じゃあ俺先に行くぞ。え？もう？明日は調整日だから。朝から俺の村に帰ろうと思って。ああ。また何かわかるかもしれないしな。おやすみ。コニーのお母さんを元に戻す方法、決してないわけじゃないんですよね。うん。これから巨人の解明が進んでいけば、いつかは。巨人の正体は人間？かもしれねえって話だ。60年ぐらいだ。もうずっと終わらない悪夢を見ているようだったよ。悪夢か。え？いろいろあってうやむやになってたけど、俺たちが戦ってる敵は何なんだろうな。つまり巨人ってのは悪夢にうなされ続ける人間ってことなのか。俺も一時はそんな巨人に。エレン、まだパンとスープが残ってるでしょ。おしゃべりは食べ終わってからにしなさい。ああ、ごめんな、ミカサ。たくよ、エレン、お前最近そればっかだぞ。一人でブツブツだ。Well, no wonder. He's been through a lot, okay? He found out he ate his own dad. 見たんだろ？洞窟で記憶を掘り返された時、親父さんと会っていた調査兵団の男ってやつを。あの日、あの状況で父さんと会っていたんだ。必ず何かを知っているはず。そもそもあの男は、俺もどっかで見たことあるはずなんだ。イエーガー先生の記憶じゃなくて、本当にエレンが？だと思うんだが。頭をどこかにぶつけてみては？そうだぞお前。思い出すためだっつってヒストリアの手ばっか握りやがって。行間の頭突きでも食らえばいいんだよ。それで思い出せんなら。あれ？レイチェル！レイチェル！ Thank you so much!Sorry. Wait, what? 訓練兵団教官キッシャーディス。 Holy shit! I did not notice that was the same dude! Holy
12代調査兵団の団長だよ。私たちも会うのは久しぶりだ。I actually did not notice that was him! How much time do we have? I have enough time. Rachel pointed out that... どうした、ブラウス?座らんのか? Keith... 私めはこちらで結構です!確か、お前はこの教官室に呼び出されてはよく絞られてたな。あれからたった数ヶ月、みんな見違えるように変わった。シャーデス団長。いえ、教官殿。ウォールマリア奪還を目前に控えた我々が今ここに詰め寄る理由を察しておいででしょうか。エレン、お前は母親とよく似ているな。だが、その瞳の奥に宿す気は父親そのものだ。話してください。知っていることすべて。Yes, please. 何も知らない。結論から言えばな。だが、人類の利にはなり得ない話でよければ聞いてくれ。傍観者に過ぎない私の思い出話を。This episode was all about Keith? 20年前、ウォール・マリア、志願しなく壁門の目前に彼はいた。おい、あんた、ここで何をしている？どうやって壁を越えてきた？ Holy、あなたたちこそ壁の外で何を？まさか戦っているのか？ああ本当か嘘か、彼はなぜ壁の外にいるのか覚えていなかった。記憶を一切なくしていたのだ。グリシャ・イエーガーという名前以外。無許可で巨人領域に足を踏み入れた隅田に、わざわざ壁の外をうろつくバカが、お前ら調査兵団以外にいるのに。勤務中に酒をやるバカを牢の中にぶち込む方はないか、ハンネス。ハンネス。とにかく被害者がいるわけでもねえし、上への報告はなしだ。いいな。ああ。それで、ここからどこに帰るつもりだ、グリシャ・イエーガー。名前以外にも覚えていることがある。私は医者だ。病院を紹介してくれ。できる仕事があるはずだ。ほう。そして私に教えてくれないか、この世界のことや調査兵団、あなたたちのことを。彼は本当に何も知らなかった、この世界のことを。何も。そうか、貧富の差こそあれどこの壁の中は平和なんだな。少なくとも巨人に怯えて生きているわけではない。 Oh my god, Carla looks like Aaron in a wig. よかったか。 That is Carla, right? この狭い壁の中で飯と酒にありつければ、それで満足な。I gotta end it here. Please leave a like, a comment, and subscribe. さよなら、愛してる。